大相撲。日本の伝統文化であり、その歴史は1500年以上。この期間の中、横綱までたどり着いた人数はわずか73人。横綱は相撲道の頂点でありながら、神の依代と呼ばれる存在でもある。その横綱の一人、男の名は第72代横綱稀勢の里。数多くの勝ち名乗りを受けたが、表情は固く崩れなかった。しかし、あるゴルフメーカーのサービスを体験した際、見せた表情はなんと笑顔。そんな横綱の表情を変えたゴルフサービスを今回初公開。 PXG プレゼンツフィッティングサービス、この後すぐ。こんにちは、第72代横綱元稀勢の里の二所ノ関です。今日は憧れのブランド PXG のフィッティングにやってきました。自分に合ったクラブを使って、素敵なランドができるように一生懸命、今日フィッティングやっていきます。よろしくお願いします。本日フィッティングさせていただきます PXG JAPAN 中野と申します。よろしくお願いいたします。ラウンドはどのぐらいのスコアで回られますか？大体平均が82ぐらいですね、今は。なるほど。その中で一番困ってるってことか。やっぱりこのパーオン率があんまりこう良くないのと、そして、グリーン外した時のこの寄せ腕っていうのがなかなかできないっていうのが、一つの悩みですね。はい。と、まあ、あの目的としてはスコアを良くするとか、そういった形 で、ね、はいはい、ぜひあのやらせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。最初ご自身のクラブで最初データ何個か取らさせていただいて、よろしいですか？で、飛びの3要素って3つあると思うんですけども、はい、ボール初速ですね、打ち出す発射角度、ランチが、もう一つが1分間の、まあ、バックスピンの量ですね、はい、で、これがドライバーのフィッティングにおいては、まあ、安定していることが重要ですね、数字的には。一応この73がどういう数字かっていうと、日本ツアーの平均73です。本当ですか？相当速いです。まあ、打ち出し角度10度から16度ぐらいの間に安定して入っててくれると効率的に飛びますよというのがありますね。で、バックスピン量が少なすぎると浮力がなくなっちゃうんですね。で、多すぎると抵抗で効率悪くなっていっちゃう感じなんで、まあ、あの2000回転台に入ってれば非常にいいスコアには結びつくかなというところですね。ちょっと多いですかね？そうですね、今のだとちょっと多いですね。一番重要なのがヘッドですね。 PXG ですと主にドライバー2種類あります。ジェネレーション5の0311というモデルと XF、 これ形状違います。で、ヘッドによって全然振り心地が変わってくるので、0311と 0311XF どっちのヘッドの方が動き的に好きかっていうのをちょっと見ていってください。いい1球目で気持ちいいものって非常に重要。でもう一個ヘッドの、ワンシン感がすごいちょっと出ましたね。あ、なるほど。いかがです？いや、さっきのは良かったですかね、はい、ちょっとこうなんか、はい、めちゃっとしてるんで、実際振っていただくと勢いが発生するので、それがまあちょっとちっちゃい方の方が好きかなっていう感じはあるかと思います。もうちょっとしなり感欲しいですか？もしもしですね。じゃあ OK です。うにゃっていくのが好きです。が好きなんです。 OK です。そしたらうにゃっていくと思われるところに、総重量は変えないんですけど、重心の位置でそういう風になるかなっていうのをちょっとやってみたいと思います。このフェード好きです。これご機嫌ですね。だから、はい、これを出やすいポジションにしたいんですね、はい、なんでさっきのグニャがどっちがあったかなっていうのをお伺いしたくて。今も好きですけど、このボールだと、うん、けて右に吹けちゃうんじゃないかなっていう心配が、恐怖感はあるんです。じゃあ今マックス今後ろにしちゃったんですけど、はい、少しこっち戻します。はい、はい、あ、じゃあ最高。ちょっと重心を後ろに持ってったんですね。これがいいですね。
ロフトがさっき14だったら16なんで、まだスピン減る要素あるんです。だから、まだ飛ぶんですか？まだ飛びます。ドライバーのセッティングだと、ジェネレーション5、03119度、標準の 45.5 インチなんですね。はい、で、UB の 6X 急シャフトですね。はい、じゃあ先ほどドライバーやっていただいたので、はい、まあ、次、ウェッジやりたいんですけど、はい、アイアンの距離を教えていただいてもいいですか？はい、7番円で大体どのぐらい？160ぐらいです。160ぐらい。はい、160ぐらいだと思います。はい。で、何番から何番まで入れられてますか？6番からピッチングウェッジまで、ね。6番からピッチングウェッジ。で、大体ピッチングウェッジだと何ヤードぐらいキャリーしますか？で、130ちょっと。ちょっとぐらい。はい、130ちょっと。はい、として、まあ、ウェッジの方法としては本数も限りあると思うんですけど、はい、この130ヤードに対して30ヤードが打ちやすいロフト。うん、どんなロフト今使う？今58、はい、58度が安定しないんで、やっぱスコアメイクがちょっと難しいのかなっていうのがあってですね、右に抜けだったりとか、なんかそういうのが多いですかね。ウェッジって面白くて、地面があって最初にボールに当たらない、地面に当たるソールが、で何が起こるかっていうと滑るんです。で滑ってった時に起こる現象が合ってるか合ってないか、シャンクが出るか出ないか、ソールの形によって変わってきます。それをちょっと見つけたいんで、58度になると2種類、あと今回出たばっかりのフォージドがあるので、30ヤード打っていただいてちょっと見てみてください、はい、ちょっとバウンスが強く当たった感じがあるかなと思うんですけど、いかがですか？打感素晴らしいですよね。結構売れ筋ですか？これ一番、まあ、打感全然やっぱこれと相違するもないんで、持った瞬間ハイですね。これ打感が多分全然さっきと違うと思います。わ、いや、これはこれでいいっすね。これはこれで、あの、全然違うものになってます。58度だとこの3種類あって、はい、バンスを大きい方にしといてあげた方が好きな球は多分出やすいと思います。はい、まあ、5%は13にしてあげて、はい、で、5% と何入れてられましたっけ？ 5%5450 です。5450。54で100。54で。次5とか108。105から108。で、50で。120ぐらい。僕ゴルフやるとき105とかっていうシーンめちゃめちゃあるんですよ。結構54の調子いいときは70代まとまりやすいなっていう。これでちょっとアプローチやってみましょうか。あ、こっちの方が好きかもしれないですね。うん、なんか最初打っていただいたのはそっちの抜けがスムースだったかなっていう。うん、そうですね、まあ、バンス形状が非常に近いモデルの方がいいかなと思います。はい、たりですね。こっちのバンスでどうかな。あ、これいいな。うん。これは多分いいと思います、ね。はい、まあ、バンスはそっちはちっちゃい方にしてあげて、545%はちょっとこう大きめのバンスにしてあげてという感じですかね。はい。はい、じゃあ次なんですけども、はい、ペアウェイユーティリティの方やっていきたいと思います。例えば185ヤードのパー3とかを簡単に乗せたいなっていうのがあってですね。ああ、なるほど。アイアンだと寛容性が少ないので、もう軽く振っても185出るようなものっていうものも一つ入れたいなっていう。26度以下っていう、以下とかその辺の。一応ヘッドの形の種類は2種類ありまして、311と311XF。 でかいですね。そうですね、結構こちらは大きくなってきます。うわっ、これ来た、すごい、すごい。それはあ、いいですね。めちゃくちゃいいですね。うん、ユーティリティすごいですね、XG 絶対に貼った方がいいわ。重さ
いい感じですか。これで多分180、200、220みたいな、はい、20ヤード置きでいけると思います。ワンレングスです。あ、お疲れ様でした。ありがとうございました。いかがですか、打たれてて。いや本当に今までちょっとこういうフィッティングはもしたことなかったので、非常に新鮮というかですね、はい、自分に合ったクラブって探してるのが本当に時間がかかるものなのかなと思いました。そうですね、本当プレイヤーの形で全然セッティングは他の方とは全然変わってくるかと思うので、今日セッティングさせていただいた、はい、クラブで今度ラウンドしていただければと思います。はい、楽しみです。ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。